JNW をご視聴いただきありがとうございます。パーソナリティのハリントンです。今日も海外で話題になっている日本に関する出来事をご紹介していきます。8月24日に開幕した東京パラリンピックが9月5日夜8時からの閉会式をもって閉幕しました。今回の大会には162の国地域と難民選手団を合わせ過去最多の4403選手が参加しました。日本は今大会で金メダル13個、銀メダル15個、銅メダル23個、合計51個を獲得しました。オリンピックが金メダル27個、銀14個、銅17個の合計58個でしたので、金メダルの個数こそ及びませんが、総メダル数ではオリンピックに並ぶ素晴らしい成績だったと言えるでしょう。パラリンピックの始まりは1948年7月28日、ロンドンオリンピックの開会式と同じ日にイギリスのストーク・マンデビル病院で行われたストーク・マンデビル競技大会です。戦争で負傷した兵士たちのリハビリの一環として始められました。この競技会はその後毎年開催され、1960年の第9回国際ストーク・マンデビル競技会が第1回パラリンピック大会と呼ばれています。正式名称がパラリンピックとなったのは1988年のソウル大会からです。今回パラリンピック発祥の地イギリスのパラアスリートの投稿が話題となっていました。今回のパラリンピックは全ての会場で原則無観客試合となっていたため、観客の声援が選手のもとに届くことは残念ながらありませんでした。イギリスの男子卓球選手のウィリアム・ベイリー選手は男子シングルス C7 と男子団体 C67 で銀メダルを獲得したのですが、もちろんベイリー選手にも声援はありません。しかし試合の終了後、なんと大勢の日本のボランティアの方々によって出迎えられ、たくさんの拍手と笑顔で祝福をされました。ベイリー選手はその時の様子を動画とともに次のようなメッセージで伝えています。この動画は私が競技を終えた時に録画したものです。大勢の日本のボランティアが私たちアスリートに祝福の拍手と笑顔を送るためにバックヤードで待っていてくれたんです。日本の皆さんと今大会の主催者並びにスタッフ、ボランティアの皆さんに最高の感謝の言葉を声を大にして伝えます。皆さんのサポートと優しさはこの上なく最高のものでした。ありがとう日本。この投稿には外国人たちが驚きと感動のコメントを次々と上げています。早速コメントをいくつかご紹介しましょう。日本人の心遣いに私の心も強く揺さぶられました。こんな素晴らしい光景はなかなかないよ。素敵すぎる。感動的な映像に胸がいっぱいです。こういう行為はどこの会場でも行われていて、私もこの大会期間中に同じシーンを数多く見てきました。日本人ボランティアの皆さんに心からの感謝を送ります。ボランティアのみんなにこんなにお出迎えをしてもらって、拍手もしてもらえるなんて嬉しくてたまんないね。なんて感動的なんでしょう。日本人がどれほど素晴らしい人たちかがよくわかる動画だね。メダル獲得本当におめでとう。ボランティアの人たちにこんなお出迎えをしてもらえるなんて嬉しくてたまんないね。今回のオリンピック・パラリンピックのボランティアには2種類あります。大会ボランティアと都市ボランティアです。大会ボランティアは公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会、略して東京2020組織委員会が主体となり、会場や大会関係施設で活動します。求められる役割は会場や空港、ホテルなどでの関係者や観客の案内、競技会場や練習会場での運営サポート、関係者の移動のための車の運転、海外要人や選手団のサポート、急病人や怪我人が出た際の対応、通信機器などの貸し出しや競技結果の入力、国内外のメディアのサポート、記者会見の運営や記録写真、動画の編集サポート、各競技の表彰式での案内やメダルの管理などです。このボランティアは約8万人の募集が予定されていました。都市ボランティアは東京都など競技会場がある自治体が主体となり、空港や駅、競技会場の周辺で活動します。空港、都内主要駅、観光地での案内、
競技会場最寄り駅から会場までの動線での案内、サポート、都内ライブサイトでの案内、サポートなどがその役割です。東京都では2万人程度、全体では3万人程度が予定されていました。今回の大会はコロナ禍、かつ緊急事態宣言下であったこともあり、直前でのボランティアの辞退がニュースになりました。大会ボランティアとして見込まれていた約8万人のうち、約1万人が6月1日までに辞退しました。さらに、都市ボランティアについても、予定では3万人程度が活動するはずだったところ、6月1日までに3000人以上が辞退してしまいました。辞退の理由は様々で、大会が1年延期されたことで、転勤や進学など生活環境に変化が生じたこと、コロナウイルスの感染拡大への不安、海外から観客が来なくなり参加する意義を見出すのが難しくなった、世論を気にして辞退したなどです。その中でもボランティアを申し出た人たち、その方々がテレビには映らないところでこんな素晴らしいサポートをしていたなんて本当に感動的です。この投稿にはさらに多くのコメントが寄せられていました。日本人の素晴らしさが現れている、日本がどんな国かがよくわかるねというコメントや、素晴らしいパフォーマンスをしたベイリー選手にふさわしいなどといったコメントも見られました。そんな声をご紹介していきましょう。海外の反応。アスリートをこんな風に出迎えてくれるんだ、他の国ではちょっとないんじゃないかな、素晴らしい光景だね。この光景はあまりに素晴らしすぎる、目が漫画みたいにハート型になっちゃうよ。まさしく文字通り拍手喝采、こういうサプライズは本当に嬉しいね。日本の大会関係者の皆さんはオリンピックでもパラリンピックでもいつでもアスリートの力になろうと頑張ってくれた、アスリートのみんなが求めていたものだよね。この光景を見たら誰でも素晴らしいと思うはず。日本の文化や日本人の優しさは間違いなく突出しているし、時代の先頭に立っていると思うよ。日本人の素晴らしい心が見事に表現されているね。彼らはいつでも宝石みたいにキラキラしている。日本の人たちは本当に素敵だね。とっても幸せな気持ちになったよ。パラリンピックの開催に関わった人たち全員に感謝します。なんて素晴らしいんだ。今回のパラリンピックでは選手の家族や愛する人は同行できない。だけれどこうして祝福してくれる人たちがいるんだ。素敵じゃないか。銀メダル獲得おめでとう。あなたは私たちイギリス人の誇りです。日本という国がどういう国でどんな人たちなのかがわかるね。とってもフレンドリーで礼儀正しい人たちなんだね。ベイリー選手が日本で素敵な経験をして日本の皆さんに歓迎されていることが自分のことのように嬉しいです。なんという素敵な動画なんだ。日本で素晴らしい時間を過ごしたんだってことが分かって見てるこっちもとっても嬉しいよ。日本人は本当に優しい国民なんだね。それにベイリー選手のリアクションもとっても素晴らしい。ベイリー選手が今大会で成し遂げた全てに敬意を表します。こんな素敵な方法でお出迎えしてくれるなんて信じられないな。とんでもなく素敵な光景じゃないか。この瞬間、この場所には愛が溢れている。日本のボランティアの皆さんによる素晴らしいお出迎えに私も心からの感謝を送ります。これはたまんない。なんて感動的なの。日本のスタッフがアスリートを心から祝福している姿を見て私もとっても嬉しくなっちゃった。日本が俺たち外国人を魅了する最大の理由は他でもない日本人の人柄そのものだよ。今回のオリンピック・パラリンピックを通じて日本を好きになった人がまたまた増えたな。エヴァンゲリオンのラストを連想したのは僕だけだろうな。もしコロナ禍でなければ競技会場全体がベイリー選手を祝福していただろうから、せめて自分たちだけでもという気持ちからの行為なんだろうね。素晴らしいパフォーマンスに感動しました。最高でした。そして心温まる投稿を本当にありがとう。
これはとんでもなく素晴らしい光景だよね。ベイリー選手、あなたから日本へのメッセージも素晴らしいです。日本人は本当に礼儀正しくてフレンドリーで、選手への敬意にあふれた人たちの国だね。ベイリー選手も素敵な経験ができて最高でしたね。この経験は一生の宝物ですね。今回の大会はコロナ禍だったこともあってかなりチャレンジングだったけど、そんな中でも日本のボランティアの人たちは驚くほど素晴らしい対応をしてくれた。オリンピックでもパラリンピックでもね。この動画はそうした会場の雰囲気を伝えてくれるとても大切なものだよ。今回のオリンピック・パラリンピックでは日本人の振る舞いが素晴らしくて、それを見るのが好きだった。終わっちゃってなんだか寂しいね。ベイリー選手、あなたはこの素晴らしい出迎えを受けるに値することを成し遂げたんだよ。僕たちに最高のパラリンピックを見せてくれたんだ。戦ったアスリート全員が僕らの誇りです。ベイリー選手、あなたが競技で見せてくれたパフォーマンスはこの映像の素敵な祝福に間違いなくふさわしい。コロナ禍と緊急事態宣言下、加えて原則無観客という、これまでに類を見ない非常に困難な状況の下で行われた今回のオリンピック・パラリンピック、選手や大会関係者から感染者は出たものの、全体としては大事に至らず、アスリートたちの素晴らしいパフォーマンスが発揮され、数々の感動的なシーンが見られました。それは陰で活躍された多数のボランティアの皆さんのサポートなくしては実現できなかったことでしょう。サポートの中には単にスムーズに運営することだけでなく、今回の投稿のように日本人の優しさや思いやり、礼儀正しさが随所で発揮されて、大会を成功以上のものにしてくれたと感じます。さて、外国人たちの反応はいかがでしたでしょうか。よかったら皆さんの意見や感想もぜひ聞かせてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。